皆さんこんにちは。あの太陽に吠えろシリーズで8代目新人刑事ブルース刑事を演じた俳優の又野誠二さん、他にも数々のドラマに出演し名脇役として期待されていました。そんな又野誠二さんですが、2004年に43歳という若さで他界されています。一体なぜ亡くなられたのでしょうか。又野誠二さんの死因や活動経歴など調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。又野誠二さんは1980年から90年代にテレビドラマや V シネマを中心に活躍した俳優です。又野誠二さんは主演作だけではなく悪役もハマり役となり、幅広い役柄を演じることができる実力派俳優として活躍していました。山口県岩国市出身の又野誠二さんは米軍基地勤務のイタリア人の父親と日本人の母親から生まれたハーフです。又野誠二さんは少林寺拳法や柔道剣道で2段を習得した凄腕の経歴を持っていますが、若い頃はかなり破天荒な生活を送っていたといいます。荒れた生活が原因で少年院で過ごしていた経歴もある又野誠二さんですが、少年院からの出所後には地元山口県から上京し俳優を目指して劇団文学座へ入り座しました。俳優としてデビューする前に少年院に入所していた経歴がある又野誠二さんですが、実は高校生の時に暴力事件を起こしたことが原因となっているようです。しかし出所後にはそれまでの破天荒な生活を変えるべく俳優を目指し上京しました。文学座附属演劇研究所を修了した又野誠二さんは1983年7月から放送されたテレビドラマ「太陽に吠えろ」のブルース刑事役で俳優デビューしました。又野誠二さんのデビュー作となった「太陽に吠えろ」は1972年から長年にわたりシリーズ化されてきた刑事ドラマで、又野誠二さんは8代目の新人刑事を演じています。「太陽に吠えろ」で8代目の新人刑事役をつかんだ又野誠二さんでしたが、それまでに新人刑事役を務めた俳優たちのようにブレイクするまでには至らず、太陽に吠えろの名物となっていた殉職シーンを演じることなくドラマは終了を迎えたのでした。その後又野誠二さんは V シネマに出演するなどして活動を続け、悪役をこなすことも多々ありましたが、徐々に人気が低迷することとなってしまうのです。ブルース・リーに似ているとして名付けられたブルースという愛称で出演、新しい仕事も決まっていた又野誠二さん、太陽に吠えろでは殉職せずに最終回まで出演したブルース刑事が43歳という若さでこの世を去ってしまった理由とは一体何だったのでしょうか。又野誠二さんの死因は自殺、2004年3月23日に43歳という若さで何の前触れもなく突然亡くなったのです。自ら自殺という道を選んでしまった上に、自殺した場所や第一発見者もゆかりのある場所や人であったこともあり、多くの悲しみを残しました。第一発見者は又野誠二さんの妻。又野誠二さんは天井を見上げて仰向けに倒れており、首には布のようなものが巻きつけられていたそうです。発見した妻により119番通報され病院に搬送されたものの、残念ながら死亡が確認されてしまいました。室内には争った形跡はなく、また目立った外傷等もないことから殺人ではなく自殺であると判断されました。自殺を図った場所は自らが経営する飲食店 A サインの中でした。 A サインのあった場所は東京西荻南です。なぜ自らが経営する店を自殺の場所に選んだのでしょうか。自殺した日の午前10時頃までは来店客もおり、妻も一緒にお店にいたといいます。普段と変わらずお客さんと楽しげに談笑していた又野誠二さんでしたが、最後のお客さんが帰った後、暖かいからここで寝ると言い妻だけを先に家に帰しました。そして夕方になって妻が再度飲食店
A サインに開店準備のために訪れたところ、彼が仰向けに倒れているところを発見したのです。客と妻がいなくなって数時間のうちに自殺を図ってしまったのです。その日の午前中までは客を交えて元気に話をしていた旦那様が、ほんのしばらく一人にしてしまっただけで数時間後にはこの世からいなくなってしまうなんて、一体どれほどの衝撃があったでしょうか。又野誠二さんの死因が自殺ということが明らかにされると、仕事がないことへの不安が理由になったのではないかという憶測が広がりました。実際に近い関係者の話によると、又野誠二さんは今後の仕事に対する不安を口にしていたとも言われています。又野誠二さんには妻や息子がおり、家族を養っていかなければならないというプレッシャーがあったのかもしれません。しかし実際には次の仕事の予定も入っていました。又野誠二さんが予定していた仕事はコーストカード救命指令118の映像作品で、自殺の1ヶ月後に打ち合わせが控えていたといいます。仕事が全くなかったわけではないのにもかかわらず、又野誠二さんが自殺した理由は何だったのでしょうか。自宅や自殺現場には遺書なども残されておらず、死因となった自殺理由については多くの謎が残されているようです。又野誠二さんが自殺をしたのは2004年の3月のことでしたが、実はこの直前の2003年に18歳年下の一般人の女性と結婚し、子供まで儲けていました。又野誠二さんが42歳の時に24歳の女性と結婚しているのです。かなり年の離れた夫婦となりましたが、それだけ又野誠二さんが魅力的な男性だったということなのでしょう。まだ結婚から1年しか経っておらず、本来であれば幸せの真っ只中のはずですが、又野誠二さんは自ら死を選んだのです。残された妻は突然の夫の自殺に言葉では言い表せないほどのショックと悲しみを味わったことでしょう。又野誠二さんは昭和の名俳優松田優作さんと顔立ちや雰囲気がよく似ていたことから比較されることも多かったといいます。松田優作さんは太陽に吠えろシリーズでジーパン刑事を演じブレイクを果たしました。同郷出身で太陽に吠えろでは同じ役柄を演じた経歴を持つ又野誠二さんと松田優作さんはどのような関係性だったのでしょうか。風貌がよく似ていると言われていた又野誠二さんと松田優作さんは同じ山口県出身で、大ヒットテレビドラマシリーズ太陽に吠えろでは同じ新人刑事役を演じていた経歴を持っています。そのため二人の間には親密な友情が芽生えていたようです。実は又野誠二さんが芸能界に進出したのはお笑いオーディション番組だったといいます。お笑いのオーディション番組で松田優作さんのモノマネを披露した又野誠二さんは、それをきっかけにその元ネタの番組である太陽に吠えろにレギュラー出演するようになり、しかもモノマネ相手の松田優作の役ジーパン刑事に似ていると言われる役ブルース刑事をつかみ取ってしまったわけです。それでは比べられるのも無理ありません。しかし松田優作さんもデビュー当時に俳優の原田芳雄さんと比較され悩んでいたことがあったようで、又野誠二さんに対して、お前それでやり続けていけよ、ちょっとエンジンかかるの遅いかもしれないけどやり続けていけよという言葉を残しています。又野誠二さんはインタビューの中で、続けていくことでいつかは自分の色が出てくるだろうと語り、若い世代は自分を知ってもらうことで松田優作さんを知るきっかけにもなるのではないかと述べています。皆さんいかがでしたか。又野誠二さんは俳優としての経歴の終盤においても、やはり極道者アクション者など鍛え抜かれた肉体が生かされる映画に出演していたようです。主演とまではいかないまでも、脇役としての仕事は仕事を選ばなければある程度はあったのではないでしょうか。細々とでも仕事を続けていればブレイクするチャンスはあったはずです。往年のアクション俳優が現在においても活躍している例は枚挙にいとまがありません。かつてはその肉体美や運動神経を売りにして活躍していたとしても、年を経るとともに落ち着き
ギャップを生かした役柄に挑戦している俳優たちもいます。股野誠二さんもそのような流れにうまく乗ることさえできれば今でも人気の俳優であったかもしれません。股野誠二さんの死因は窒息による自殺ですが、死に至った原因については遺書なども残されていないため分かりません。結婚し子供も生まれたばかり。事務所も股野誠二さんの丁寧な役作りを評価していたといいます。自殺という道を自ら選ばずに地道に頑張っていたら今頃は名脇役と言われていたかもしれません。その早すぎる死が非常に悔やまれます。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた。